くん、のびくん、のびくん、なぜ君はいつも教室で居眠りするのかね。廊下に立ってなさい。だって眠いんだもん。帰ったらゆっくり寝よう。ただいま。あら、お帰りなさい。ちょうどいいわ。お買い物に行こうと思ってたのよ。のびちゃん頼むわ。僕宿題があるから。あら、じゃあすぐやらなくちゃ。終わったらお使い行ってね。ただいま。昼寝したいのに。ん？忙しそうだね。道具の手入れをしてるの？それ何の道具？後で貸してよ。ドラえもん？ん？なんかおかしい。何それ？あ、これ居眠りシール。道具の手入れをしなくちゃいけなかったんだけど眠くてね。昨夜よく眠れなかったから。そんな時このシールに予定を言いつけて目に貼ると眠りながら働けるな。へえ。よし、すっかり手入れが終わってる。こんなのが欲しかったんだよ。僕のためにあるような道具だ。こんなものに頼っちゃダメ。怠けるための道具じゃないぞ。そんなこと言わないでちょっと貸してよ。ダメ。ちょっとだけ。ねじゃあちょっとだけだよ。うんうん。まず宿題をやりたい。その後お使いに行く。え、もう寝ちゃったの？よくそんなすぐに寝られるね。宿題を始めた。どれどれ。なんだ、めちゃくちゃだ。起きててもできないのに寝ながらできるわけがないんだ。終わったの？見てください、この真っ黒なおせんべい。あら、もう宿題やったの？くー。そう、じゃあおネギと人参とキャベツお願いね。くー。心配。なんだか危なっかしいな。あ、ほら、しっかり歩いて。いらっしゃい。何を差し上げます？むにゃむにゃ。むにゃむにゃ。あ、むにゃむにゃじゃわからないな。ネギと人参とキャベツください。まったく世話が焼けるな。僕が自分で行った方がよっぽど早いし楽だよ。いやい、どこ見て歩いてんだ。おのび太、こら待て。わからないんだよ、のび太くんは眠ってるから。嘘つけ、寝ながら歩けるか。はい、ご苦労様。お小遣いあげるわね。わーい、ありがとう。寝ててお小遣いがもらえるなんて、これはやっぱり素晴らしいシールだ。のび太くん、ちゃんと帰ったかな。ただいま。自分だけのんきのやつなんか食べてる。むにゃむにゃむにゃ、くっくり。ごちそうさま。おやつも寝ながら食べちゃった。ぼ、
僕の分は？あ、食べちゃったみたい。ひどい。ごめんごめん。だいたい寝ながら食べたって味なんかわからないだろ。それでいいんだよ。味がわからなければ美味しいとかまずいとか気にすることもない。眠りは最高のスパイスだ。よし、次は寝ながら静香ちゃん家に遊びに行こう。遊びに行く？そんなことまで寝ながらやるつもり？眠ることと遊ぶこと、どちらか一方しか選べないなんてもったいない。両方いっぺんに楽しめるんだよ。最高じゃないか。そうかな。静香ちゃん家で楽しく遊ぶ。うん、そんなに寝てばかりいていいもんか。そのうち痛い目に遭うぞ。もう面倒見ないからな。おいのび太、これ今日発売の最新号。いいだろう。でも見せてあげない。見たいだろう。どうしても見たいんなら見せてあげてもいいけど。お願い見て。くわ、ちょっと羨ましがってよ。ぶつかる。なんなんだあいつ。やっぱりほっとけない。むーにゃむにゃ、むーにゃむにゃ。なんだか玄関の前でむにゃむにゃ聞こえる気がするの。のび太さん、いらっしゃい。のび太さん。ごめんね静香ちゃん、のび太くん寝てるんだよ。そうなの？本当によく寝るわね。寝てて楽しいのかしらね。あ、でものび太くんはこれでいいんだって。くぅ。あ、おはよう。ゲームして遊んだんだ。楽しかったね。私にはよくわからないわ。静か、これをおじさんの家へ届けてきて。はい。あ、それ僕が寝ながら行ってきてあげようか。え？使いすぎだよ。君が寝てると周りは迷惑するんだよ。どうして？寝ながら人の役に立つことをするんだよ。僕の眠りを人のために役立てるんだ。静香ちゃんのおじさんの家に荷物を届ける。また寝ちゃった、うん、君が寝ながら何かするなんて無理だ。ねえ、大丈夫なの？やっぱり見に行くか。返してよ。僕ちゃんまだ読んでないのに。読み終わったら返してやる。嘘。うん、おい、また虫か。バカにしてんのか。ねえ、今日ののび太いつもと違うよ。は？この佇まい、余計な力が全く入ってない。呼吸も落ち着いてて、まるで寝息みたいだ。それにこの目、無の境地だよ。バカ言え、のび太だぞ。おてと、なに、この、くるら、こっち行くな。なんかよくわかんないけど、のび太サンキュー。できた！芸術だ！降りてきて！
ない、ない。あ、こんなところにあった。大事な書類。いや、助かったよ。君のおかげだ。ありがとう。どうなってるの？うん、あ、まだ寝てる。